おはようございます。おはようございます。じゅんです。今日はゆいちゃんです。お願いします。お願いします。今日はですね、千葉バーディークラブに来ています。70代。いや、いけるんじゃないかな。わー、いいね。パパで上がります。入れ、ナイス。フォローでね。やばいな、あんなの見ちゃったらもう頭から消さないと。まあ、ちょっと置きに行きました。実はでこれ右の方がいいよ。左あったピン見えなくなる。あ、そうなんだ、うん、あ、緊張しましたね。頑張ってこうスペースを、まあ、距離じゃないから70台を出す。いや、今日はいけるんじゃないの。いけるよね。いける今日はいける。2、3、4、今4オーバー。じゅんちゃんのベストスコアに立ち会えて。いや、マジありがとう。光栄でございます。本当にやっぱね、リズムがいいから、まあ、釣られますよね。うん、見ててこうごちゃごちゃってなんない。ごちゃ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 ってなんないから。普段はゆいちゃんじゃなくてゆいまーるって。普段ね。普段はね、発祥は誰だったっけ。コリンちゃん、うん、多分ネイマールが流行ってる時に出会ったのかな。そうそうそう、多分。で、なんか沖縄でユイマールって言葉がすごいいい意味らしくて、いいじゃんってなって、そっから全部それになった。そうだよね。で、ユイマール、ユイマールって言って、みんな大体ユイマールって紹介がもうユイマールになって、そうだね、何それっていうのは多いかも。多いね。でもやっぱちょっと今日は動画だったから、ユイちゃん、ユイちゃんって言っちゃった。あ、すいません、ありがとうございます。これ右と左、池あるから。そう、両サイドが池ですね。あの9番のさ、最終の池だったじゃん、左に。池分からん。池手前で止めるんだったら、そんな打たなくても。あ、手前だと150-160ぐらいでいいと思います。一応5番ユーティリティを置いておかせて。あ、でも左の池はそんなない。あ、じゃあ打てるか。アーメンしませんように。ダメ、全然飛んでない。いいとこですよ。フェアウェイ右側です。何ヤードだったんだろう。130ヤードぐらいしか飛んでない。あ、もっと飛んでない。ゆいちゃん何ヤード？200。これピンどんぐらい入ってるんだろう。210とか。210。3番。スプーンで。乗ったかな。
長いよ。すげー。力強く低く出したんですか、今は。気持ちとしてはちょっとミスショットだった。そうなの。スティンガースティンガーだった。あ、スティンガー飛んだね。ちょっとすごいね。暑いなと思ったら、暑いなと思ったらスティンガーでさ。これやばい、バーディー。これはゆいちゃん最後の最後にこれができる。これがチョギーンチョギーンってやつね。はい、頑張ります。楽しみにしていてください。チキンってやつ。キング。キングオファイ。ね、うん、抑えたんだけど、やっぱりもうちょっとハーフショットぐらいな感じで打たなきゃダメだった。ね、ブーンって吹いてたもんね。いや本当はね 5-2 で打てたらいいんだけど。何ヤードだったの？85。 5-2 フルショットで80ぐらい行くんかな。行くかもしれないんだけど、うん、あのクラブをフルショットすると下に入ったりする時があるんだよね。70ぐらい止まっちゃうもんね。そう、なんでいつもピッチングで80ヤードぐらいは打つんだけど、まあでも、うん、最後スライスするかな。いや、フックだと。ずっとフック？フックですね。あ、フック。これも弱いな。いや、いいよ。伸びてる伸びてる伸びてる。あ、伸びてるね。登って下り。登って下りはピン過ぎてから。ああ、じゃあ頑張る。頑張る。ボギーでどうにかお願いします。風が風が風すごいね。やばい。風すごかった今。違う？ほぼまっすぐだね。左打ち頑張って、風に負けない。右出た。風のせい。んじゃないでしょうか、はい、皆さん。いや、でなんかそう残念な感じ。最後のねダボのせいですみません。悪くないもんね。うん、いやすごい良かったですよ。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゆいちゃんは最後パーで上がって、あ、ツーオーバー。ツーオーバー、はあ、違うな、レベルが。ちんちゃんもすぐだ。すごいな、レベルが違うんだよ。まあ、私もゆいちゃんと一緒に回ったおかげで、なんとベスト更新78。初めてのレギュラーティーから70代。めっちゃ嬉しい。よかった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、ゆいちゃん。ゆいまーる。ゆいまーるどうでしたか、今日は。じゅんちゃんのベストスコアに立ち会えて、よかったです。ありがとうございました。初めてのこう動画撮影、やっぱちょっともうちょっと頑張って喋れるようにちょっと練習しておきます、うん、今ね。でもなんかもう一人いたりとかしたらもっと喋れるのかな。例えばゆっことかさ、そうね、そうね、そうか、なんかね、うん、なんかもっとワイワイ系の旅系とかできたらいいね、みんなでね。
私もちょっとベスト更新レギュラーティーから70代は初めてなので、いやすごいですね。いやすごい嬉しい、まさかこんな早く、前回のラウンドから70代出したいなみたいな今年は言ってたんだけど、まさか出ちゃうなとは、とはなんだろう、いつもパーとか大変なのに、なんかそんな感じしなかったんだよねバーディー出るんだみたいな感じだったすごかったね、セカンドのあの寄りはすごかった。いやーなんだね、今日は撮影にご協力いただきまして本当にありがとうございました。皆さんのゆいちゃんのインスタグラムとかフォローしてください。あとティーチングプロとしてお仕事もしているので、なんだ都内で、まあ、レッスン、インドアもやってるけど、スタジオがないので、まあ時間貸ししてもらえるインドアまたはラウンドレッスン、まあ、ラウンドレッスンが多いのかな、ぜひね、ゆいゴルフアカデミー、ゆいゴルフアカデミーで検索してみてください。ゆいちゃんの、あと概要欄にね、多分貼り付けてあると思うので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい。じゃあ、皆さん、チャンネル登録と高評価、それからコメントお待ちしてます。お願いします。バイバーイ。